真夜中パンチーは2011年4月12日から5月26日まで MBS テレビで放送されていた生バラエティ番組。毎週火曜から金曜の週4日間ゴアップ吉本から生放送されていた。青少年のための生バラエティをコンセプトに青少年目線で制作されていた番組。レギュラー企画の他に各曜日ごとの企画で構成されていた。5アップ。 吉本の若手芸人、ソーセージは、テレビのレギュラー番組では初 MC であった。また、MBS テレビの深夜時間帯で、帯番組が放送されるのは、テレビの思う壺枠で放送された、ビデリンが行く。以来約15年ぶり、生放送番組では、生密以来、約2年半ぶりであった。番組では、 一般視聴者の女子大生も出演していたが予算の都合で第2週以降は金曜のみの出演となった。また、スタジオ出演者は全員パジャマを着用し、名札をつけていた。これはパジャマ姿で番組を見ている視聴者と同じ目線で、話せるようにするためでコアップ、吉本の舞台上に組まれたセットも部屋をイメージしたものとなっていた。 ただし2011年5月25日以降は番組の企画に合わせる形でパジャマではなく洋服を着用していた。しかし2011年5月26日放送のエンディングでメインコーナーの一つだった君だけの関東グラビアの終了が突然発表となり同時に翌週からの番組のリニューアルが発表された。2011年5月27日の 世界陸上ザベスト2005年ヘルシンキの放送による休止を挟み5月31日からは焼かせてソーセージのタイトルでエンタメ新発見バラエティ番組としてリニューアルされた時刻はいずれも JST 特番などで放送時間が変更されることがあるのある企画の採用者出演者には番組特製ステッカーが送られた レギュラー企画用日別企画4月15日は、制作、吉本工業、ゾフィープロダクツ、毎日放送をのみ表示。ありがとうございます。